はいどうも、翔平 TV です。よろしくお願いします。というわけでね、今回は走れ大井チャンネルと翔平 TV 対決ということでね、使用するのはね、赤木グローブです。翔平は左投げ、大井さんが右打ちでね、すごい新鮮だと思うんですよ。これね、反転してます。ちょっとね、普通に対戦つまんないと思うんでね、ちょっと形なんでね、技巧派ですね。左ピッチャーの翔平と右バッターの大井を見てください。これすごい新鮮ですよ。はい、キャッチャーヒロトもね、左ですね。で、後ろのおじさんはちょっと分かんないですけど、左利きかもしれないですね。はい、これね、いいボール来ましたね。もう肩が痛すぎて、けどね、対決したいなってことで、はい、どうせやるならね、反転しようってことで、はい、内野からカーブで、ピッチャーゴロ、走れ大井チャンネルを抑えました。そしてね、左打ちの良平です。これもすごい新鮮だと思いますよ。どうですか、見てて。ちょっと新鮮じゃないですか。はい、左投げの翔平もありと思った人はぜひともコメント欄にコメント残してください。何かねプレゼントあげようかな。はい、翔平サードゴロ。さあ2打席目です。大井チャンネル対翔平 TV。 すごい違和感のあるね試合ですよね、対決ですよね。はい、もう片通ってことでね、内野からカーブだったりスライダーだったりツーシームだったり、もう技巧派でね行こうかなということで、先日ねインスタに上がってたんですけど、元女子プロ野球選手の磯崎ゆかりさんもね技巧派とね言われていたそうで、僕はね速球派と思ってたんですけどね、僕と同じね技巧派ということでね、技巧派で同い年ということで、互いに頑張りましょうってことで、まさかの大井チャンネルね、センター前打たれました。この股をね抜く、これすげえ怖いっすね。怖かったー、まあ怖かったこれは。はい、そしてお次良平と対決です。良平も左、翔平左、もうこれ新鮮でしかない。ちょっとこのスピードね上げました。はい、左もありっすねこれね、左の俺もありっすねこれね。ちょっとねどうですかね、技巧派の翔平、やっぱねこの広背筋とかね、この肩周りの硬さが原因ということで、マッサージとかね、ほぐしたりしたいと思います。はい、これねまっすぐ、これ入ってませんか、入ってますよね。徐々にね、徐々に体が慣れてきて、はい、うまく投げれました。内野からカーブしっかり決まりました。その後まさかのこれね、まさかのこれね、いやホームラン級ですよこれ。やられました、やられました。まさかのね外野のね奥底まで行きました、やられました。いやこれね両辺にやられました。ランナー2、3塁になりましたねこれね。いやショックっすね。さあこれで大井チャンネルを打ち取れれば俺の勝ちです。はい、これまさかのねファールかな、ファールですね。さあ大井くん、ほんとこれね最短でこう打とうとしてるんでね、どうにかこうね攻めたり散らしたりして的を絞らせないようにしようということで投げてますよ。はい、これもねツーシーム、ツーシーム、はい、逃げていきます。はい、逃げたボールですね。これねすごいと思いません、そんなことないですかね。めちゃめちゃ逃げてますから、はい、本当に当てますね彼はね、本当厄介です。はい、これねこれもっすよ、これもインコース投げてやったんですけどね、これ右ね、リアル映像ね、リアル映像、これリアル映像です、これ、はい、いやこれマジきつい、最後までよく見てますね、本当に、イチローさんはね、最後まで見ないって言ってましたね、はい、引き続きね、反転した映像をお送りしております、はい、これ、変化球、スライダー、これをね、当ててきやがるんです、彼は。いやもうね4、5年の中ですけど、まあね手の内を知ってるんでね、悔しいですけどね、まあ、ビュンとまっすぐ投げたいですけど、本当はね。はい、これもねファール何球打つんだっていうね、本当にこれなかなか三振しないこの子。はい、これねフォアボールです。結局ね粘られましたよ。はい、これねダメです。はい、しょうがないしょうがない。さあお次ね、先ほどね長打打たれました良平さんです。次はねもう抑えてやる気でいますよガチで。はい、はい、もうスライダーをね
多投していこうかななんて思いながら、いや彼苦手なんでね、変化球ね。はい、これね、内野からカーブでね、しかもクイックで投げてます。はい、タイミングね、取りづらい方が打たれないかなと思ってね、早くしたり遅くしたりしてます。まさかのこれね、まさかのこれで、これまさかのガチで、さっきより飛ばされまして、さっきより飛びました。これね、マジやられました。すんげえ悔しい。両辺打たれるのがね、やられましたね。はい、悔しいね。まあしょうがない、しょうがない、そういうこともありますよ。さあ、ここからはね、良平がキャッチャーです。はい、これショートゴロ、あ、セカンドゴロかね、セカンドゴロだな、うん、で、バッター次、ヒロトですよ。違いました、準備中です。ヒロトは準備中です。さあ、翔平の左投げどうでしょうか。そしてヒロトが準備完了です。さあ、始めましたよ。はい、このアフレコはね、あのほぼほぼ切ってませんので、これリアルでこれ喋ってますから。はい、まずはショートゴロです。アウトです。さあ、また大井くんです。もう大井くんと何回勝負するんだっていうことで、何回彼もねカットするんだってことでね、本当に俺の肩をどんだけね痛めつけるんだっていう話ですよ。はい、これねファーストゴロかな。しかしね、ライト前になりましたね。いやー、悔しいですね。さあ、ヒロト、左のヒロトすげえ違和感あんな。これまさかの また打たれちゃってね、キーンとね。はい、レフト線なんですよこれ実は。はい、しかしね、ファールということでね、ギリセーフでした。はい、これね、これね、空振り取りたかったっすね。これワンバンで取りたかったっすね。いやー、確かに秋山っぽいですか。確かにレッツの秋山すごい、片手打ちえぐいな。ヒロトもね、だんだんバッティング良くなってるんですよ。これまさかの、これどう、どれどう、これどう、これ三振じゃない、これアウトコースギリギリ三振です。やったやった。そしてまたね、大井くんかな、始まりました。また彼がカットです。カット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 と思いきやね、まさかのね、あのポテンじゃない、ポテン、あ、違いますか。ショートライン、ショートライン、オッケー。はい、最後ね、大井くんが投げました。まあ大井くんも左ということでね、ちょっとね違和感ありますけど、反転してます。互いにね、はい、これまさかのね、やられましたね。欲が出まして、はい、これね、あの大井くんとね、ガンガン勝負してます。はい、全部打ち取られてます。ちなみに、はい、また大井くんと勝負ですね。これヒット打って、じゃあもうやめようってことでね、これ1時間半以上ね撮影してました。終わり。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。